しょ。ゆかりんガリガリ派。乾杯。めっちゃ美味しい。やばいやばいやばい。怖い。朝から怖い。おはようございます。おはようございます。会長おはよう。おはようございます。あったかいね、ストーブつけると。はい、ストーブあったかいね。何個でいいか。OK。でも4個入ることがすごくね。このでかい肉まんが。12インチハーフ。背中に当たったんだけど。これパパ好きな肉ワンタンスープ、うん、なんか手伝うことありますか。まあ、これね、今ね、はい、ワンタンスープ作ろうと思ってね、はい、ワンタンスープうまいんだよな。美味しいよね。俺大好きなんだ。俺好物です。ソロキャンプとかでも食べるぐらいだから好きなんだよ。そうそうそう、大好き。これあったかすぎる。ニコニコしてても1日、カリカリしてても1日、ね、プリプリしてても1日、うん、
カリカリしてても一日。あ、同じだ。おへそがわからない。わかんない。ね、パパどうする？何？あ、カリカリね。おいしい。ガリガリいいよ。あ、ガリガリしない？ガリガリするか。あ、別にしなくていいんだったら。後ですればいいんじゃん。うんうん、あ、そうだね。後でお茶の時すればいい。ね、これほっときゃ取れないもん。取れる。取れるよ。ここ良くない？これ。うん。あげちゃっていい？うん、ちょっとそこ置くよ。あ、いいよ。あ、じゃあ。うん。大丈夫。オリーブオイルやる？サラダ油でいくか。サラダ油でいいよ。寒いよここ。あ、ワンタンスープできたじゃん。できたよ。めちゃめちゃうまそう。ワンタンスープ、ちょっと味見してみようかな。プロ、ここ味くっつけない。あっちうまいだけどうまい。味見する？それさ、絶対さ、なんかギリギリのところで多分吸うんだよ。そう、吸うんだよ。だから俺吸ってるじゃん、いつも。おいしそう。だけどついてるよ、いつも。そうゆったりと。おかしいね。マイブームの梅昆布茶。梅昆布茶少ないんだ。出しとこ、あゆかり。冷めちゃう。冷めちゃう。オッケー。焼こうぜ。あんまりあれ。これ蓋した方がいいの？あ、いいの、足のままでいいよ。大丈夫。うん、朝ごはん完成です。肉まんですね。肉まんとぐるぐるソーセージ。ぐるぐる濁った濁った。くるくるソーセージじゃない。ぐるぐるソーセージ。ぐるぐるいいよ。ぐるぐるソーセージいいよ。はい、くるくるソーセージにワンタンスープ、それとフルーツ、キムチもあるよ。キムチもあります。はい、いただきます。おいしそう。おいしそう。スープからいこうかな。スープ高いからね。うん、高いよね。ワンタンスープって大好きなんだよな。あ、うまっ。あ、やっぱりあったかいの美味しい。おいしい。美味しいね。うまい。あ、最高だ。うん。乾杯。あ、うまい。美味しい。うん。あ、梅昆布茶最高。肉まんとろっか。うん。うん、ありがとう。
美味しい。熱々。熱い。本当だよね。めっちゃうまい。キャンプでやったことあるね、うん、本当だよね、それたまんないよね、うん、切れた切れた。水入ってから揺れる。お湯入ってから。なんかいい匂いしない？うん。せいろの。見てこれ。湯気出ちゃって。湯気出てる。なんかミニ中華街になってる。本当だね。本当だよね。中華街2でね、こうやって湯気上がってるよね。ね、本当だよね。うん、落ちちゃったね。ゆかりのネクマなくなっちゃった。あったかいの食べな。ええよ、それで大丈夫だよ。偉いね、ゆうた。あったかいの食べなって言ってくれたの。うん、うん、いいよ、それで大丈夫よ。これうん、ほんと開けてみようか。うん、これだ、カーニバル。うわいいじゃないですか。いいね。じゃあパパ、本当はこれの方が好きなんだね、雰囲気が、うん、だけど、一個ずつしかできないから、そうダッチオーブンでやったけど、いいよね。いいね。心情の都合により。うん、あゆかちゃん取って、はい。うん、そうそう。あ、よかった。うん、なんだったらもうこのまま熱いよね。熱いよね。あ、じゃあこのままでいいじゃん。そうか。うん。このままでいいじゃん。うん、俺もこのままもらうよ。見てめっちゃ強く。いやった、見てこれ。うわすごい。見て、うん。この肉も大きくない？大きい。山崎のさ、うん、とかセブンとかで売ってる肉まんよりも大きいよね。うん。うん、なんか家ではもうちょっと大きいセロでもいいかなって。うんうん、おいしい。あー、アタポテチ最高。うん、おいしいね。いや最高の朝食だな、ね、今日は。美味しいね。なんか美味しくない？うん、最高ですね。うん、てかさ、今回のキャンプ飯、何もかも美味しくない？うん、うまい。昨日も美味しかったしね。うん、あー、横浜の中華街行きたくなってきた、急に。肉まん食ったら。本当だよね。うん、これ肉まんのこのせいろだったらさ、肉まんとあとさ、温野菜みたいに野菜少しやってさ、うん、じゃこのまま出しちゃっていいんだね。うん、うん、本当だね。はい、どうぞ。うん、うん、なんか中華街とかってさ、冬行くイメージなんだよね。あ、本当。夏もいいんだけど、うん、ほら、肉まんとかが美味しく食べられる季節ってほら、冬じゃん。うん、あー、だからもうあの、なんていうの、この、この大きい版、うんうん、このせいろのでかい版でさ、うん、本当だよね、湯気もくもく上がってるところをさ、寒いなとかって言いながらさ、うん、ね、うん、あの絵が好きで、七里川温泉、あれはまたちょっと違うなって感じ。あ、本当、七里川なんか今ちょうど紅葉らしいよ。あ、本当に。だから七里川にキャンプ場があって、そこさ、痛いよ痛いよ。どうするこいつ。腹立って、とっても腹立って。どうする、痛いことやっといて、痛いよっつったら、その痛いよ、真似する。
ネタにするみたいな。どうするこの弟は。掃除機じゃねえんだよ。シャボン玉ができるとかっていうのあったよね、昔。ああ、そう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 。なんか魔法使ってるみたい。こう見ると。ね、本当だよね。うん。おぉ。すごい細かいな、これ。綺麗、すごい。なんでこんな綺麗なの、シャボン玉って。すごい綺麗だね。綺麗だね。でしたか、初めてのハイエース。初めてのハイエース素晴らしいです。めっちゃブレーキの利きがいい。広い。前に2メーターぐらいしか進んでない。2、3メーターしか進んでないけど。どう？